もなく現場到着です。煙は漂っていますが、やはり火事のものではなさそうです。発煙筒か何かいたずらによるものと思われます。本部了解。一応現場での確認をお願いします。やっぱりいたずらだな。何も燃えちゃいない。なんだってこんなバカやるんだろうな。俺らが大騒ぎすんのを見たいんだよ。あ、おい、あそこだ。これって…なんだよ。うわ、なんかすげえ嫌なんだけど。でも俺らが見ないわけにいかねえだろ。日本の刑事裁判はその 99.9% が有罪となる。そんな中、かつて弁護士だった俺はある殺人事件で万に一つの無罪を勝ち取った。大したもんだと褒められた。けどその結果、一人の女の子が殺された。法廷の取りこぼした真実の陰で。万人に公平なはずの法がいつも完璧に機能しているとは限らない。そんな時、助けを求める声を探すのが今俺の仕事だ。クイズでも出してくれよ。面白いやつ。張り込みなんていつまでかかるかわかんねえんだ。恵子ちゃんも退屈してるぞ。わかった。じゃあいいやつ考えるから少し時間くれる？なるほど。クイズ考える間静かにしてろって？この野郎、それじゃ何にも変わんねえじゃねえか。あの、カイトさん、私も今クイズとかの気分じゃないです。いや、だからその気分を変えようぜってんだ。ケイコちゃんな、そんなんだからネットで会った男なんかに騙されんだぞ。そんなの関係ないですよね。それにまだ本当に騙されたのか分かりません。そうだよ、あんまいい加減なこと言わないの。大丈夫だよ恵子さん。うちはね、何よりも依頼人の心に寄り添う探偵事務所なんだから。やっぱり私、八神さんに依頼できてよかったです。へいへい、そりゃようござんして。コウスケ君言ってました。お昼はいつもファーストフードばっかりだって。ああ、さっき店に入ってから20分くらいか。そろそろ出てくるんじゃない？どうですかね、心配です。野菜もちゃんと取ってるかな。なあ恵子ちゃん、なんであんたみたいな子がネットで知り合った男なんかといきなり会ったんだよ。いきなりじゃないです。時間をかけてやり取りしたし、コウスケ君は同僚なんかよりずっと私を分かってくれました。私のことすごく大事に考えてくれてたんです。
そんな男がデートでぼったくり店に連れてくか。カムロ町できっと彼もそんな店だなんて知らなかったんです。そうか。だとしても女の子に会計全部押し付けるとかありえねえだろう。だって彼まだ大学生だし。それにもし私が払わないと彼ヤクザに殺されるって。恵子さんが店に請求されたのが120万で、80万は払って残り40だったよね。どのみち簡単に払える額じゃない。ええ、だから康介君も足りない分は風俗で働くのが一番手っ取り早いかもって。そうじゃねえ。要するに康介とそのぼったくり店は初めからグルだったんだ。で女の子に払えねえ額ふっかけてしまいには風俗で働かせる。この町じゃよくある手口なんだよ。まだそうと決まったわけじゃないです。だいたいカムロ町はなんでそんな店をほったらかしにしてるんです。ぼったくりには警察も動き鈍いからね。民事不介入っつって。でもだから源田先生に相談したのは良かったと思うよ。あそこの弁護士事務所カムロ町長いから。で荒っぽい案件はうちに回ってくるわけだ。おかげで今日も仕事にありつけた。良かったですね。恵子ちゃんには気の毒だがよ、康介って野郎は全部承知であんたを罠にはめた。その辺分かってくんなきゃ助けようにも助けらんねえなあ。そうだろ多忙。まあ待ちなって。海藤さん、まだ調査の段階だよ。あ、ほら噂の康介くんだ。康介くん、まずは彼が実際どんなやつなのか後をつけてみる。二人はここにいて。やっと楽しい時間の始まりだ。慎重にね、ターボ。聞こえるな、ターボ。尾行は久しぶりだろう。腕がなまってんじゃねえか。まさか。ちゃんとお手本見せてやるよ。口だけじゃねえだろうな。よし、行くか。海藤さん、対象者が新顔と接触した。これから証拠を撮影する。了解だ。海藤さん、海藤さんの携帯に対象者の写真。おお、届いてるぞ。バッチリだ。いい感じで撮れてるな。で、誰なんだ。
コウスケと話してる相手は。それはこれから探りを入れるとこ。また連絡するよ。いやでも本当久しぶりだよね、さくらちゃんと会うの。だってコウスケ先輩最近全然サークル来ないから。今日だってたまたま先輩っぽい人を見かけて、メッセージ送ってなかったら会えてないですよ。ごめん、最近忙しくってさ、なかなかサークルに顔出す時間が作れなくて。予定があるなら仕方ないですけど、やっぱり先輩なしでは盛り上がらないというか、先輩が来なくなって辞めちゃった女の子も多いんですよ。え、それはまずいな。今度ちょっと顔出してみるか。そうしてもらえると助かります。あ、でも先輩。何？あまりいろんな子に気を持たせるようなことはしない方がいいですよ。先輩は知らないかもしれないですけど、女の子同士の喧嘩がすごかったんですから。いつコウスケ先輩の方に矛先が向くかわからないですよ。え、それは怖いね。気をつけるよ。じゃあこれから用事あるんで俺はそろそろ行くよ。はい、絶対サークル来てくださいね。